休み、みんなで近未来博物館に遊びに行こうよ。いいんじゃない。宣伝公演の時に軽く見学したけど、しっかり展示を見れたわけじゃないし。そうだな、宇宙船のシミュレーターもあると聞くし、個人的にも興味がある。ああ、かなり本格的なシミュレーターらしいね。実は僕も興味があったんだ。やったー、じゃあみんなで宇宙飛行士になりに行こう。未来のスターになる前に宇宙のスターとして銀河で華麗に舞ってしまうな。何それ、操縦の体験ができるだけでしょ。疑似的な無重力体験コーナーもあるみたいだから、宇宙にいるような気分も味わえるんじゃないかな。うん、テレビとかで見るぽよよんふわふわができるのかな。あ、それはちょっと楽しそう。よし、そうと決まれば近未来博物館にある体験型のアトラクションについて改めて調べなければな。